ちらこそいつもありがとう。あくびしちゃった、ごめんなさい。今日は起きれた。やばい、意識が行くとこやった。おはよう。はい、さんさんさん、ハートありがとう。おはよう、おはよう。魂抜けちゃった。 Good morning。ちょびちょびな、つぶつぶな、ちちち。寝起き。30分。でもしっかり起きたのは41分。おはようツイートしよう。I forgot to get in。ワンダーソン、君に呼ばれたよ、走ってきたよ。きっと不思議な夢が始まる。今からね、調べよう。唐突なラブライブ、よう分かったね。もう青春だ。いちご、バナナ、アーポー、チュ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 、はい、チュ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 。やい、おはよう、おはようみんな。はあ。おはよう。みんなおはよう。今日皮膚科行きたい。
今唐突に思いましたので、チェック。腰置き、お疲れ様。あ、そうなんだ。10時からやっぱどこも。うん、おはよう。みんな朝マックいいな。皮膚なんかありましたか？なんかピーリングっていうのを皮膚科でしたいなって思って。いいんだって。6月は肌ケア頑張った方がいいらしいって、なんかママがテレビで言ってたよって言ってた。一個結婚して結婚？そう、皮膚科でできるよ。めっちゃいいよ。去年やってたかな。いや、去年やってた。したら本当に効果あったなって今思う。アンドーナツさん、これたらありがとう。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 昨日のオムライスまだ残っちゃう。食べる気にはならんけど。これだる、小人さん、これだるありがとう。これだるありがとう。これって何の歌？ゆき、お疲れ様。寝てね。かっこいい。オムライス食べた。オムライスとスープカレー、どっちも食べて、スープカレーは完食して、オムライスはまだ残ってる。夜勤頑張って。頑張れ。申し訳なくないよ。そうだ、私姿勢正すの。アイドルのストーカー、怖いニュースだね。洗濯物しようかな。しなかったら一向に。今日は晴れてなかった。今日ずっと曇りなんだ。今日めっちゃ雨なんだね。
綺麗、優しい。チョコラ BB って本当にちゃんと続けたら効くね。薄い液卵でケチャップたっぷりのライスにするにケチャップ、そちらわかる。やっぱさ、なんだかんだケチャップよね。私ね、薄焼き卵も好きやけど、トロトロ卵も好き。そう、リコ昨日スープカレー食べた。うん、今日涼しい。梅雨の晴れ間も終わった。え、もう梅雨なの？まだ梅雨なの？今日さ、めっちゃホラーな夢見たかも。ね、偏頭痛に気をつける。わかる。べちゃべちゃのチャーハンも好き、パラパラも好きやけど、ね、今朝の今日見た夢はなんか、肩のストレッチ。カニみたいな生き物がいて、頭と足と胴があるんだけど、旅人デラックスさんハートありがとう。それ敵なんだよ。で、ほんとしょうもないよ。人の話こそ面白い。人の 夢の話こそ面白いもの、面白くないものはない。私は人の夢の話聞くの好きだ。で、そう、学ぶる気。あのね、私の仲間がそのカニの頭めがけて石を投げて、結構大きめのカニなんだけど、服にはピケって書いてる。ピケで、で足で、そしたらもううわってなってカニを、そしたら足にも、潰し足にも石を投げて潰して、うわーみたいな、これでもう大丈夫ってなって逃げたんだけど、何が怖いかって、その次になぜかカニ目線でもう一回その映像が繰り返されたの。えって思った。私がカニに一瞬なってたの。だからなんでだと思う？カニ食べるしかないか。カニ目線でまた同じ映像を繰り返す。確かに工事来てないね。そう、私潰されました。ロリャーって頭潰しやがったあいつらって、反撃と思ったら、うわーって、いて、今度は足をやられた、痛い、死んじゃうってなって、もうブラックアウト。私だから頭と足を潰されて、たらどうやって
かが経験できた。カニの幽霊に疲れてる。雨だからお休みなのか工事も。映像作品？もう映像作品だよね。Directed by Kudo Rico。 その後食べられてたのかな。ハサミは使わんかったの。もうね、すぐなんか頭に石ころ投げられた。あ、相手の目線に立って考えられる、思いやりのある子ってことじゃない？めちゃめちゃポジティブ。え、でもそれがあったな。りょうじいさんファイト、ありがとう。あとはでもなんか夢いろいろ見た。かゆっ。この部屋めっちゃ薄暗いわ。何だから部屋アイロンしようって思って。うわっ、小人さん、ミラボありがとう。小人さん一個これだる。ちょっとの時間も貴族は気取るのね。ね、自分目線の後にやれる側目線、そう、あーってなっちゃった。夢ってまだ意味わからんよね。全米と全リコが泣いた。あ、鳥さん頑張って。え、なんかいろいろ寒いけど、でもなんか来たら暑いから。ヤンカズさん、タコありがとう。ヘアアイロンの起動音いいだよね。いいだよね。かっけえよね。トゥルルン、トゥルン、トゥルル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 ル。明日の明日のインスタグラムライブ。カミリア K さん、かわいい、ありがとう。どちつかずの気温だよね。え、そうなの。なんか光当たってるやん。私も朝起きた時カーテンから光が漏れ出しとったから、太陽出ちょんみやーって、今日晴れか嬉しいと思ったら全然どんてんどんよりしとるけど、でもちょっと光はあるような感じ。こんな真っ黒雲じゃない。ファミリアケイさん、かわいい、ありがとう。雲が白くて薄め、雨降る時とかのなんか黒い雲じゃない。ねえ、なんでさ雨雲ってさ黒色なの？水分を多く含んでるとか？なんで雨雲は、なんで雨雲は。そうよ、もう考えてみたらまだ梅雨やったんや。え、なんで雨雲はさ黒色なん？あんな汚れちゃう。光を遮るから。太陽さんも確かに休みたいよね。休みたいよ。日を遮るから黒いん。光を通しにくいから影になってる。あ、そういうことね。光で反射して白色に見えちゃうけど、太陽の光さえも密度が高くて通さないってことか。
ああそういうことね。そういうこと。朝配信ありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう。皆さんお仕事頑張って。私も頑張る。私も頑張る。黒い雲も太陽から見れば真っ白。あ、こっち側。あ、なるほどね。なるほど。光がこっち、あ、影になってる。そんなに大きい雲ってことなんだ。水分の集まりのの密度が大きいってこと。勉強になる。みんなすごい。なんでそんなこと知ってるの。すごい。ねえ、海の色が青いのはさ、海の色が青い理由ってさ、空の色が青い理由と一緒？今絶対やるんだけど。飛行機乗って下を見たら雲は全部白い。そうなんだ。どんなに雨が降ってても。そうなんだ。海の青は空の色を映してる。あ、そうなんだ。あ、青覚めたの。うん、空の色は反射しとん。海の色は、あ、バスクリーンの色。バスクリーン。そうなんや。どんぐらい大きい。やっぱ世界のバスクリーンなんだ。あ、バブかもしれん。そういうことか。広島の海、青いよ。青い優のファン。青い優さんのファン。あ、緑っぽいんだ。でも確かにさ、緑っぽいなって思ってたんだよね。でもなんか海の色は青いなんてって言うから、やっぱ海の色は青いのだよね。STU のメンバーと修学旅行に行った夢っぽいのを見たな。あ、赤潮？
昔神様がバスクリンを溶かしたの。青色って、私青色大好き、おおらかな色だからね。あっつ、そこに巨大が出てきた。そういうことよ。ほんとね、甲羅が割れて中身がプリンってなる、プチャってなるのが分かった。どこに行った夢、それは分かんないんだけど、なんかホテルかどっかのエントランス、なんかホテルってなんかビュッフェみたいな食べられるじゃないですか。でそこに行ったらなんか乃木坂さんが言った夢を見た。カオスや、会えたらもう、はい、会って、それでそしたらもうキャーキャー騒いじゃって怒られた。夢ですよ。リアルでもどの過ぎたキャッキャーは言って怒られる。リアル。確かに飛び飛びのお礼を。今日は9時半に家出るからいい。髪の毛サラサラになった。フェルメスブルー、フェルメールブルー、フェルメールっていう作家さん、フェルメール何書いた人だっけ。牛乳を注ぐ女とかか。あ、これもそうだよね、やっぱ真珠の耳飾りにしようのブルー、綺麗だね、綺麗だね。っていうあれもあるんだ、宝石、石。夢によく出てくる街。そこさ、絶対さ、前世がどっかで住んでたとかない？確かに横の毛溶かすとき耳はどんな気持ち？当たってるよ。前髪長くない？ちょっと切る。朝からビュッフェがっつり食べたらもう一日中何もいらなくなっちゃうから良くないよね。私はでも深い青とか、青から作り出される色は何でも好きですね。全体的に髪伸びた、切りいきたいんですよ。もうね、なかなかちょっと、もう予約しようかな。あと整体も行ってみたくって。確かに群生いいね。うう、伸び、う、伸びたね。前世何なんだろう。こっちの方が綺麗だよ。あ、もしかしてセリフ、前髪伸びたね。ちょっと切る、群青色か。
ありがとう、教えてくれて。あ、いい音。あれ、まあいいか。ちょっと前髪切ろうかな。群青色ね、確かにクレヨンで習うっていうか知るよね。ちょっと切ってきてもいい？ピロロロロ。目にかかってるの？いいけどね。なんかすごいロリボみたいになっちゃった。じゃじゃーん。じゃじゃーん。やっぱり削られてた。視界良好になった。はい、良好。私前髪切るのプロよ。いい感じ。何ミリ切ったの？0.95 ぐらい。うん。あ、0.95 センチだから95ミリ。9.5 ミリ？9.5 ミリだ。 9.5 ミリ。 95ミリはもうめっちゃ切っとる。視界良好で、視界良好になりたいね。 9.5 ミリか。 95 ミリやばいね。
結構短くなって、でもちょうどいい。やったー、勝ち。あー、ぼゆうさん、赤だる、こびとさん、ミラボ、まるともちゃん、ゴルダル、ぼゆうさん、ハート、うっぽさん、ミラボ、 BKB さんもミラボ、一個ゴルダル、しずく、こびとさん、ゴルダル、ありがとうございます。みんな気取っちゃった。 9.7 か。そう、5ミリのこだわり。1センチいったら、いやそれはってなっちゃうけど、切るの早い。確かに早いかもしれん。こうやってやって、チチチチチチチ、あ、違うの、余分な前髪をどかして、で前髪だけを残して、で前髪を集めて、チチチチチって切る。そしたらいい感じ。来そうだ。髪の毛もねアイロンできたけど、きっとやられるんだろうな、湿気で。めっちゃいい長さね、めっちゃいい長さになった。前髪自分で切るのがいいね。あ、待って待って、だってやっぱ人に切られた時納得いかない時が多いもん。どんな長さでも可愛いと思ってくれるの。今日はイナゴの日連続。毎日アイドルイナゴの日。イナゴなの。イナゴなの。こっちも自分で切ろうと思えば自分で切れそうやけどさ、怖いやん。もうそしたらもう一生私美容院行かないんだろうなと思って、それはちょっと良くないから。イナゴの粒だね。食べたことない。どんな感じなの。ね、全部自分で切ってみるのもありかも。でも今ある髪の毛たちをのこうやって見て、こうなってるんだら同じ形に切ってあげればいいよね。こうやって、そしたら長さだけは変わって、ね、でもやっちゃったらね、トリートメントとかで。私はそんな髪の毛長いメンバーじゃないと思う。さこひめちゃん、さこひめちゃんが長いかな一番。ひろこうさん、しずくちゃんありがとう。確かに左右と後ろでバランス整えるのがむずいか。あー、そうなんだ。濡れた状態がいいのか、髪の毛切るとき。そういえば今日は18時からたい焼きだね。
髪の毛触られるの、え、好きだよ。シャンプーされるのとか。この人はシャンプー、この人はシャンプーを重んじているなって。美容師さんをあの品定めする、シャンプーを重んじている美容師さん好き。ないがしろ美容師さんは好かん。嘘、長い服に全部着る、嬉しい。かゆいところありますか？え、言えないし、かゆいとこ ないよ。森ちゃん、しずくありがとう。あ、でも一回行ったっけ。いや、あ、でも仲いい美容師さんには言うけど。逃げて、ウケる。逃げてるの、確かに。2、3日したらまたちょっと髪の毛伸びとバランス変わるもん。気にしない。突発性あくび、あくび出そうとかじゃない、うわーって。酸素足りてない。もしかしてだけど、今日も元気で走ります。もしかしてだけど、え、お仕事の話ね、聞かれないようにね、聞かないでって、なんか話したくないですみたいなところに、丸つけてる。でもそんな本とか読んでたらね、聞かれんよ。ちょっと工事が始まってしまわれた。美容師さん、 STU ってことはね、多分ね、知らないと思う。わかる。え、歯医者さんでさ、うんってさ、あの、かゆってさ、してさ、うん、できんよね。お仕事何されてるんですか？対策は本当にすごい。かゆいとかあるで、歯あるんか？うん、話しかけないで、オーラ。そう、IT 系か。私でも今通ってるところ、もうそこが全然お仕事の話聞いてこないから。だからすごい好きなんですよ。で、今通ってるところは自営業やってることになってる。え、わかる。え、この歯医者さんで手あげたら、いや、あとちょっとだからさって我慢してないって言われるじゃん。じゃんけん、もうちょっとだから我慢してねって。精神的じゃねえんよ、やめろ言うとんじゃ。いつでも痛いなんて言わん、武士じゃ。え、自営業ってどこまで？会社立ち上げた系ではないんですね、みたいな。なんか会社を持たれてるんですか、みたいな。いや、そんなんじゃないですよって言った。これ自営業ってどこまで？違うんだよ、今いてんだよ。なあ、わかる。あとちょっとってどんぐらいじゃ、それも1分ぐらいじゃろうが。あとちょっと、あと3秒で終わるんじゃ。よっちゃん、ヤホーセさん、レインボースターありがとう。個人事業主、
自営業ってそうだよね、個人事業にしない。おやさん、あ、八百屋さんか、そういうのがいいか。じゃあアクセサリーショップの店員、あのオリジナルアクセサリーショップの店員さんになろう。確かにぶっ飛んだこと言ったらそれ以上は聞かれないかもね。配信者、配信、毎日配信でもいいよね。あ、歯医者さん行かないと。そういえばどこですかって話になっちゃうもんね。なんていう会社なんですかと、どんな会社なんですかと。プルマスいいね。確かに余計聞かれちゃうか。ショールーム、すごい音するよね。工事中っぽいです。おはようございます、お仕事頑張ってね。メンテナンス、歯もさ綺麗に綺麗にしてもらえたら嬉しいもんね。主張ですか、ジムです。あー、アイドルです。嘘っぽくていい。瀬戸チャレ見てくださって、来てくださったの嬉しい。初代ゴルダル女王です。全日本ゴルダル選手権で1位になったものです。そういう歯をむき出すか会社員、今でも歯切れ、ちょっとガサ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 ボイスになっちゃった。ガサガサボイス、ガサ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 ボイスになっちゃった。え、なんだ今の、食いつかれちゃう。ゴルダル、ゴロダロってなるよね。ゴルダル、ん、ゴーダルってなる。アーシャの顔にこの歯を差し替える。職業貴族、マジみんな貴族だよね。あ、そうですかって言われちゃうか。ストチャレ見てくれて嬉しい。みんなのアイドル、リコチこと工藤リコです。ストチャレシャツとストチャレパーカーめっちゃ可愛いよね。今年本当にアーシャないんじゃない。もう7月とかになってさ、いや何、まあそうよね、はーってなっちゃうね。アーシャ出ないって何事？私たちは6月には出るんじゃないかなと思ってたけど、いつまで2022年なんや。せっかく撮ったのにね、可愛いのに私、ね、今回のアーシャ撮影はすごいもうハードスケジュールで、旅人デラックスさんハートありがとう。3月末から、ん、3月から4月めっちゃ忙しかったじゃないですか。コンサートとかの準備でさ、でもうレッスンレッスンレッスン、やり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 や、本番本番からのアーシャですやばいって。
緒です。私は幸いなことでコンサートの次の次の日に発車だったんですよ。すごいハードスケジュールだったね。同視聴率1位ってすごいよね。ネムネムだったよ朝は。もう絶望的なほどネムネムしたと。やばい。けど今はフラフェスからか。うん、6周年とリカは分かる。そうだからさ、チートデーとかそうしたけど、あ、できんかった。なんかクッキーとか塩分のないものは食べてた。甘いものいっぱい食べてた。のけチリチリしてる、乱反射してる。私の触覚ね、こんなにね遅いならね多忙期に。でもやっぱ48人いるから画像さばくのも大変なのかなって。そしたら48人写真選別家の人たちを、うん、ね、やっとやっぱサミットってそうなるよね。リコちゃんすっぴんでもいい。今日割と本当にレッスン終わったら、あ、今日頑張りますダンス。あ、もしお役目終わったらお役目終わったら皮膚科行こう。お役目、お役目の内容言えない、言わないよ。ね、わかる。メンバーの意見取り入れるべき。でもアーシャー選べたよ。まあ最終決定権はないけど、うん、アーシャー選定専門家。そうそう、表には出ないわ。おしっこやく、お役目初めて今年からね。ありがたい。うん、あーしゃね、楽しみ。あー私さ、本当に2期生のオーディションさ投票でよかったなって思ってる。みんながいなかったら私ここにはいないって今ふと思いついた。皮膚科の皮膚って書きにくいよね。七に谷付き。お、あー、リコチ以外のお二人も英語堪能な。でも英語のセンス抜群。ココアさんも勉強されてたし、ヤンネーも語彙力がめっちゃおもろい、抜群。うん、いる？いないと思う。そう、意見言えました、アーシャにね。嘘やん、私のこと可愛いと思ってくれる。サーヤの英語は本当に抜群よ。私今でも覚えとる。なんか映像がカクカクしちゃったんだよ。その時にあのカクカクしちゃってごめんなさいって言ったら、ロボビデオって言ってたのめっちゃいくない？ロボ、ロボ、ロボやん。カクカクでビデオ、ロボビデオ、ロボビデオって言ってたの。素晴らしいと思った。私はね、皮膚ひらがなで書く。確かにふってね、
ありがとう。日本語のセンス、そう、語呂もいいやんね。ロブビデオ、ロブビデオめっちゃおもろかった。好きやった、それは。はわはわ、好きや。もうこんな時間か。朝ごはん食べよね。え、なんかもう場所特定それないよね。私のルームには優しい人しかいないよ。プライベートジェット激強だ。そうだよ、すごいよ。やんねえわ、めっちゃ面白い。確かにファンが選んだから特別な木だよね。それめっちゃ特別な木だよね。私たちファン投票で選ばれた特別な私たちなの。嬉しいな、うん、嬉しいな。暗い色だから表情が、思ったし、なんかすごい細く見えるんだよ。だから嬉しい。細くなったんか私もでもその細さ、太ったらすぐ多分バレる衣装だから、あれは特に夏ジャケット着ない時、お腹がポンポコリンってなったら、ポンポコリーンになったらすぐあポンポコリーンって分かるから、だからポンポコリーンにならないように頑張ってる。あなたのスタイルがいいからやで。待って、今これで思い出した。いや、今日のスケジューリングを、今日はじゃあお役目終わってジムってからの皮膚科にしよう。メンテナンスやん。ジムからの皮膚科で行こう。そうしようよ。メモ。ポンポコリン。ポン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 ポコリン。ポポポポポコリン。多分やけど17時10半とかからできる。確かに。ジムでアスカとの実質ピーリング。本当よ。ゆぶかさん、確かにお花に水あげてて、よかったね。ご飯食べた後とかポンポコリになる。ポンポコ走るよ、リコ太郎になる。9時だ、じゃあ朝ご飯食べに行こう。私みんなと話して元気出たからさ、工事本気出してきたからね。じゃあ今日は17時半ぐらいかな。ね、寝な。お仕事頑張って、夜勤の方とか、これからお仕事の人も頑張ってね。じゃあお腹に鞭を打つ。じゃあ皆さん、今日も私の配信、何食べるの？昨日残したオムライス。出発まで30分しかないけど、うん、間に合う。ありがとう。メールも待ってて。楽しみにしてくれて嬉しい。じゃあ39位から、ケビンコリー、セイくん、ヒロさん、おたあめさん、DJ さん、サンソンさん、福ちゃん、どんどこ山西さん、トシくん、スバルさん、ヨウくん、ツーデスさん、サンパチさん、ナベさん、ムッチョさん、ビートルさん、パズルのピースさん、ボビさん、ヒロシ BKK さん、ポンさん、マシャさん、クマケンさん、渡辺さん、シリコンバちゃん、ソニちゃん、ソニさん、イタキさん、ブンちゃん、ボヤッキーさん、ナベナベ社長、ペロペロチーノさん、タニタニさん、BKB さん、ウッポさん、そして本日の秋元先生枠は、ミュウ先生でした。ありがとうございます。一光さん、おりちゃん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はよっちゃん、ヤホスさんでした。ありがとう、嬉しい。そして第2位はのりみおさんでした。のりみおさん、ありがとう。そして第1位は
小人さんでした。小人さんありがとうありがとう、嬉しい。今回も壇上にみんな嬉しい。あん小人さん、ゴルダルありがとう。 Have a nice maintenance day. Thank you. ありがとう。カレーのじゃがいも、そう食べる。人参はごめんけど、ごめんした。てちてちさん、あ、かゆい。てちてちさん、静かありがとう。じゃあ今日も私の朝配信を見守ってくださりありがとうございました。今日も健やかに頑張れそうです。皆さんも健やかにしてくださいね。フライングエイエイをされた。それでは、いきますよ。せーの、えい、えい、おー、ありがとう、頑張ろう。フォーユーさん、ハート、ツーデスさん、ゴルダル、ありがとう。えいえいおー、皮膚科ってどこか悪いの？うん、ただただお肌のメンテナンスしたい。じゃあね、みんな。頑張ろうね。お、一個ファイト、ありがとう。頑張り、こっち。行ってきます。またね、健やかに。あ、マニョチ、これだら、ありがとう。